西谷駅は、神奈川県横浜市ほどがや西谷4丁目にある、相模鉄道の駅である。駅番号は、SO08。西谷管区として、情勢側鶴上根管及び西谷、羽沢横浜国大管を管理している。鶴上根駅方で、内側に線が引き上げ線神奈川東部、方面線構想により、東駅から JR 東海道貨物線。 横浜羽沢駅までを総鉄 JR 直通線として新線を建設する都市計画が2010年3月15日に決定され2018年12月13日には正式路線名も総鉄新横浜線に決定した。また、羽沢・横浜国大駅から新横浜駅、新津名島駅を経由して東急電鉄日吉駅までの区間についても 東急電鉄が2012年10月に国土交通省の工事施行認可を受けている。相鉄市に横浜線のうち、相鉄 JR 直通線は2019年11月30日に開業した。相鉄東急直通線は2022年度下期に開業予定となっている。これにより、本線、泉谷線、 相鉄新横浜線から羽沢横浜国大駅を経由して JR 東日本の横須賀線、湘南新宿ライン、西京汚線と新横浜駅、日吉駅を経由して東急の東急新横浜線、東横線、目黒線などとそれぞれ相互直通運転を行うことにより東京都心へのアクセス向上が期待されている。当駅の二面四線のうち、上西川、 羽沢横浜国大法は外側2線が、相鉄新横浜線、内側2線が、本線に繋がっている。また、鶴ヶ峰川を片平川付近まで4線化し、内側2線を引き上げ線として整備されている。そのため、当駅の海老名寄りの上下線のそれぞれと、引き上げ線にシーサスクロッシングが一つずつ、設置されている。2010年3月25日に、 西谷地区センターにて、起工式が行われ、その最初の準備として、4月下旬に一番線の線路が撤去された。2012年4月29日のダイヤ改正からは4番線も使用停止され、当駅での列車退避は廃止された。2019年6月23日より工事が完了した1.4番線の試運転が開始され、同月25日より4番線から、 羽沢横浜国大駅まで行き、同駅で折り返し、当駅の一番線までの試運転を行っている。また、新設された引上げ線にも入線している。2019年11月30日のダイヤ改正により、相鉄新横浜線系統と本線同士での接続が可能となったため、それを活用する列車が誕生した。また、 2017年3月発行の相鉄川原番242号において、西谷駅の海老名川では、引上げ線の整備が進められています。相鉄 JR 直通線と相鉄東急直通線の開業後、現在の横浜駅二股川駅間で、運行している列車の半分ほどが、相鉄新横浜線、都内方面に向けて運行する予定です。その結果、 横浜駅、西谷駅間の運転本数が少なくなることを防ぐため、西谷駅で折り返し運転ができるように引き上げ線を整備しています。との記述がある。島式ホーム2面4線を有する地上駅で、内側2.3番ホームが本線、外側1.4番ホームが、相鉄新横浜線の、羽沢横浜国大駅、JR 線方面となっている。 同じく二路線が分岐する二股川駅と異なり、分岐する側に両渡し線が存在しないため、本線、横浜方面発着列車同士及び、新横浜線、羽沢横浜国大方面発着列車同士の接続はできない。神奈川東部方面線工事が2010年4月下旬から、 始まり一番線の線路と河川が撤去され、その後2012年4月のダイヤ改正からは4、番線の工事も始まり工事期間中は二面二線となっていた。京上駅舎を持つ。西側直上を東海道新幹線の高架橋が横切っているが、新幹線側には駅がない。当駅において横浜駅発着系統と相鉄新横浜線。 JR 線直通系統との接続が頻繁に行われる。相鉄新横浜線の平日長時間帯の下り5本を呼び、全日の23時台上り1本は当駅発着となる。かつては対比線使用時の通勤ラッシュ時に4番線で各駅停車が急行の通過待ちをした。また快速設定直後、日中に1番線に各駅停車が 快速の通過待ちをする運用が行われていた。下りホーム階段下にはトイレが設置されていたが、駅舎部分に移設され、改札を入って奥まで進んだ月当たりに設置されており、多機能トイレと授乳室を併設した男女別の推薦式である。1日当たり、乗車辞任の推移2020年度の1日平均乗降辞任は2664人で、ある。 近年の1日平均乗降乗車辞任推移は下記の通り。当駅は、片平川が流れる家地に立地しており、南北方向は共に、丘陵地帯である。敷地の関係から駅前に、ロータリーは存在しないが、すぐ北側を、国道16号が通過しており、ここに、バス停がある。また、ガストの向かい側に、業者施設による、タクシー乗り場がある。 国道に沿って、コンビニエンスストアファミリーレストランなどが立地する。駅の南側には、西谷商店街や丸越などの商業施設がある。南北ともに、給料部分の多くは、住宅地で、特に北側には大規模な団地が造成された場所もある。このためか、北側には、学校が多く、特に私立の横浜商科大学高等学校の、最寄り駅の一つで、 朝夕は通学する生徒で賑わう。駅の北東の小高い丘には、富士山の上社があり、西谷の周辺を見渡すことができる。最寄りのバス停留所は、北口の国道16号上にある、西谷駅前となる。以下の路線バスが、横浜市交通局、神奈川中央交通、神奈川中央交通東、総鉄バスにより運行されている。駅所在地の かつての地名、続き群、西谷村から、記事本文利用状況。ありがとうございます。